はいみなさん、ボンジュー、トシカキューバーです。今日は株のサイクルに要注意、2021年は横ばいになるわけということで話していきたいと思います。まず、今日のテーマを選んだ理由なんですけども、最近の投資に関する記事を見ますと、例えば s p 5 0 0クは4月のリポートでオリネベースで最高値をさらに10回更新した4月とか、またお祭りか 資料最高値を更新が相次ぐなどなどといった記事がありますので皆さんもお金を投資するだけで増えていく形になっていますので投資は最高だぜと思う方も多いかなと思いますまたこちらのチャートは SNP 額になりますもちろんコロナのショックで暴落してきましたけどそこからすごい相場になっていますなんとコロナ禍の最安値から 最大プラス92%にも上がってきました。ただ、最近は少し懸念すべきかなと考えています。例えば、5月10日の s p のチャートなんですけども、こちらもマイナス1.04%。5月11日にもマイナス0.87%ということで、下落の日が続いています。では、今回のすごい冒頭マーケットがありましたけど、その後はどうなっていくるのか。 こちらを確認するためには歴史も見ないといけないと考えています。ということで今日は歴史を見ていきたいと思います。またこちらは僕のプロフィールなんですけども興味がある方は見ていただければと思います。またぜひよかったらいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。では過去のアメリカの相場を確認していきたいと思います。 思います。まず1974年です。おそらくこのビデオを見ている方の中には生まれている方もいないかなと考えています。まず1974年9月30日に最安値62.40に下がりました。そこから結構かなり冒頭しておりまして819時間をかけてプラス73.07%も上がってきました。 ただ、ここから下がったり上がったり下がったり下がったりという傾向が続きまして、なんと959日間でずっと S&P 各場合は横ばいになってしまいました。もちろんその後はまた上がりましたけど、かなり何も変わらない期間が長かった傾向にありました。次は1982年の相場になります。 こちらは1980年2月2日に最安値103.42を記録しました。そこから改めてすごい暴ーマーケットがありました。こちらはもう比較的に低いんですけども、約2年間をかけてプラス64.45%で上がりました。とはいっても、その後は上がったり下がったり、という傾向が結構長く続いておりまして、SNP グラフは なんと574日間でずっと横ばいになってしまいましたもちろんこの横ばいの後に上がってきましたけどかなり何も変わらない時間が長くなったということになります次は2002年になりますこちらは2002年9月30日に最安値800.97を記録しましたその後上がってきまして約1年間かけて プラス44.92%でも上がってきました。その後、短かったんですけども、8ヶ月間かけて横ばいになってしまいました。その後はまた同じく上がってきましたけど、やはり暴頭した後に横ばいが出てくるという傾向にどんどん確認できるかなと考えています。最も最近の暴投マーケットはリーマンショックの時になります。こちらは2009年3月2日に 最安値681.97を記録しました。その後は結構かなり上がってきまして、784日間をかけて、プラス99.85%にも上がってきました。もうほぼ100%になりました。その後、結構下がったり、また上がったり、また下がったりという傾向に続けまして、567日間かけてずっと横ばいに立ってしまいました。その後は、 また同じく上がってきましたけど、やはり、冒頭した後に横ばいになる定局に強いかなと考えています。過去の冒頭マーケットをまとめますと、こうなります。まず、1974年からスタートした冒頭マーケットは、2年3ヶ月間をかけて、プラス73.07%上がりましたけど、その後は約2年半で横ばいになってしまいました。また、 1 9 8 2年の冒頭マーケットは2年間かけてプラス64.45%上がりましたけどその後は1年半程度で横ばいになってしまいました同じく2002年の冒頭マーケットは1年間かけてプラス44.92%上がりましたけどその後は8月間で横ばいになってしまいました最後に2009年のリーマンショックの後は2年間かけて 約プラス100%上がりましたけどその後1年半程度で横ばいになってしまいました。ということで過去のトレンドを確認しますと2年間で暴騰した後におよそ1年半から2年間程度でマーケットが横ばいになってしまう傾向にあるかなと確認できましたではここからもちろん皆さん知りたいのは今の株式相場はどうなるのか確認していきたいと思います。 こちらは最近の s p 額のチャートになりますけどももちろんコロナ禍で2020年3月16日に最安値になりました2293.8になりましたけどここからずっと上がってきましてだいたい413日間でプラス85.12%というかなりすごい冒頭マーケットがありましたでは問題としては今の冒頭マーケットは続くのか いいいのか検討していきたいと思います皆さんも気づいてると思うんですけども、かなり今回の冒頭マーケットは過去に似てる形になっています。およそ1年間かけて冒頭してきましたので、ここからどうなるのか、おそらく欲張りの可能性は十分あるかなと思います。もちろん短期で見たら上がったり下がったりすることになりますけども、長期間で見たらおそらく 半年から1時間程度で横ばいになる可能性は十分あるかなと考えられますでは今日のまとめに入りたいと思います過去の冒頭マーケットを確認したところこの結果になっていました1974年の冒頭マーケットは2年3ヶ月間続きましたけどその後2年半で横ばいになりました同じく1982年に 2年間の冒頭マーケットがありましたけど1年半でその後横ばいになりました2002年も1年の冒頭マーケットなとは8ヶ月間の横ばい最後に2009年の2年間の冒頭マーケットのと1年半の横ばいマーケットがありましたでは今回の冒頭マーケットはどうなるのか今のところ1年間かけてすごい冒頭マーケットがありましたけど今後横ばいになるのか 懸念するかなと考えています2021年5月はピークだった場合は最大2022年5月までに横ばいになる可能性は十分あるかな皆さんも注意していただきたいと思いますではどうすればいいのかまず今はアグレッシブに投資するのは避けていただきたいと考えられます今の相場にはお金をいっぱい入れるのはあまり良くないかなと考えられます また2021年はこれから横ばいになる可能性は十分あるかなと確認できましたただとはいっても長期間にわたって投資を必ず続けていただきたいと思いますできれば毎月コツコツとある程度の金額を分散投資していたりは全く問題がないかなと考えられます もちろん今回はアメリカのーばを確認しましたけどアメリカに投資するだけではよくもないのでできれば日本、ヨーロッパ、新興国,国また株式だけではなくて債券や金、プラチナ仮想通貨などもできるだけ分散投資していければ全く問題がないかなと考えられますそれでは皆さんご視聴ありがとうございましたこの動画は良かったと思る方は是非いいねボタンを押していければ大変助かります またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとは、ブログとツイッターも、やっていますので、ぜひ、フォロー、お願いします。リンクは、下の方に、貼っていますので、ご確認をいただければと思います。最後に、皆さんから、何か説明してほしい、内容が、ありましたら、ぜひ、下の方に、コメントして、いただければと思います。コメントは、必ず、見ますので、何でも、言ってください。それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございました。また、次回で、